どうも、俺です。またね、お前たちに動画を送り届けようかなと。送り届ける気はないんですけど、全然こんなね、初夏でね、暑い中、まあ、俺の部屋はね、エアコン18度にしてるんで超寒いんですけど、やっていこうかなみたいな感じで、今回ですね、久々に J リーグかな。まあもうネタないんですけどね、 J リーグそんなにないんですけど、まあ自分のためになんかあえてね、なんか喋ろうかなみたいな感じで、今回ですね、 J リーグ J1 現在ダントツ最下位、もう J2 降格ほぼ内定してると、決定してると、おい、もういや決定でも決定でいいでしょ、してるコンサドーレ札幌、何本か動画上げてますよね。で、俺の忠告を無視して、ミシャ続投するというわけのわからん、まあ強行ですよね、狂った行いですよね。まあそれを行い続けてるんですけども、まあ、チームは全く勝てずと。まあそりゃ勝てんもんな、はい。でここに来てですね、まあ失点がやたら多いんでね、元ヴィッセル神戸で直前までは UAE にいるのか、でも UAE でも全然試合出てなかったというかやつなんですけども、大崎レオっていうね、でかいセンターバックを獲得したんですよ。で、この大崎レオっていうのは、まあ、確かにフィジカル的に非常にまあ強いセンターバックなんですけど、いかんせん、スピードがないんですよ。うん。いかんせん、全くね。だからもう、足の速いフォワードが来たら、いいかもなんですね。だから今後多分、レギュラーでは多分出ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ獲得が決まったということなんですけども、まあおそらくね、獲得が決まったってもこれ半年契約だと思うんでね、来シーズンもいるかって多分いないと思うんですけど、なかなか混迷してますよね。まあでも改めて思うのがさ、やっぱこの状況でもミシャを切れないっていうことは、よっぽどやっぱり、なんていうのかな、監督と現場のバランスが崩れてる。本当は現場の方が強いはずなんだけど、現場の方が強い、俺を首にすんなよみたいな感じで圧を多分かけてると思うんですよね。逆に言ったらもう切れないっていうか、で、あとはまあ、このフロントの力がなくて、こう温情というかね、勝負じゃ絶対あっちゃいけない温情采配、もうクビにしたいんだけども今まで貢献してくれたからクビにしないみたいなね、まあ、そういう温情がね働いてるんだと思うんですけど、まあどちらもね J2 合格も決まってるんで、まあここに来てね、まあ悪ガキというか大崎レオ獲得しましたと、だから何なのっていう、でも J2 合格だよと、大崎もその戦力にならないからね、めっちゃけレベル的には J2、J3 レベルのもう選手だから、J1 で、まあ、試合に多分出れないと思うんだけどね。はい。っていう感じで、まあ、大崎レオを獲得したけども、君たちの運命は変わらないよと。絶対に J2 降格落ちるから、安心して、行きなさいと。っていうこと。それと合わせて、残念ながら1年で、J1 昇格は無理だよと。J2 舐めんなよと。おそらく2、3年かかると思うんですよ。まあ言うてね、J2 に落ちれば J2 の中ではね、ビッグクラブな方だと思うんで、まあどれだけの選手を残せるかっていうのは分かんないですけど、まあかといって、別にコンサドーレの選手いらなくね、その大した選手いらないよね、いないよね、っていう感じなんで、意外と引き取り手がないんじゃないかなと俺は思ってるんで、はい。まあそういう感じではね、意外と選手残るかなっていう感じはするんで、まあそうなったらなったで、まあ監督はね、多分次は、ちゃんと現実的な監督、勝利を目指すような監督が多分やってくると思うんで、まあ、1年は厳しいかもわかんないですけど、まあ、2、3年あればなんとか上がってこれるかもしれないかなと。まあ、それはちょっと読めないんでね、いかんせん札幌ですから、田舎ですからね、なんともちょっと読めないんで、まあ、一気にスポンサー収入がなくなって選手が出ていくっていうパティもあるんでね、まあ、何人か出ていくと思うんですけど、浅野拓磨の弟とかな、多分抜かれるでしょ。鈴木武蔵はいらんかな、あれ多分どっからも引き取り手 なさそうですね、意外と残るかもしれないですね、札幌に。もう J1 の選手じゃないですからね、はい、っていう感じなんで、まあ長々と喋ってしまいましたが、まあ何度も言ってるんですけど、まあ、大崎レオを獲得したところでお前たちの運命は決まってると、 J2 合格だということをね、改めて声を大にして、札幌市民、そして北海道民、北海道民って何人ぐらいいるのかね、よくわかんないけど、君たちに伝えます。